はい、格闘オタクニュース、ゾウの雑白です。今回は10月23日、RIZIN38 マリンメッセ福岡の追加対戦カード発表です。まず興味のないキックですが、2試合キックの試合が行われ、レイト・ブイブリー VS 岡光一郎というよくわからない人たちの戦いと、イケメンでも勝てない栗秋翔吾選手と多分タケル選手のパチモン、カケル選手の試合がするそうです。勝手にしてください。で、次に MMA が 1,2,3,4 試合発表されました。かなり注目の試合もあります。そんな中、まず記者会見で、すでに既存カードで発表されてましたが、阿部大地選手が来ておりまして、普通のしょうもない話をしていました。そして次に梅野源氏選手も来ており、まあ、トレンドガータムといういわゆる MMA 選手にムエタイで挑むというような、かなりも梅野源氏選手を勝たせるようなしょうもない試合ですので、僕的には興味がありません。ライジンにムエタイを定着させると言ってますが、できるだけムエタイはもう見たくないので、ワンなりタイなり言ってほしいと思います。そして次に、こちら実力者の我が天才脇役芦田ちゃん VS 中田リッチ広隆選手の戦いです。中田広隆選手は確かパンクラスでフェザー級の次期王者対決みたいなグランプリのトーナメントで負けた選手で、棋戦となります。そんな中、自滅用の天才脇役芦田ちゃんが組まれました。芦田ちゃんもカイルワゴンにお尻に頭を引かれて負けてしまい、今成選手が勝ちましたが、今回またまたここで負けると厳しい戦いが組まれます。二人ともしょうもないインタビューだったので割愛します。そして次に、津田リオ強し VS ヤーノス中華ス選手という、ようやく我らの赤ちゃん顔津田リオパンパース強し選手に外国人が当たるようになりました。ここで相手のレベルは分かりませんが、津田リオ選手が塚勝ちするとまたまたヘビー級が盛り上がるのではないでしょうか。そして今回はジーク運動の洗脳から取れた彼女がやりまん疑惑が発覚した八千雄介選手です。ここも八千選手はソーザ選手とグスタボ選手にボコボコにされて2連敗されたので、まあ、ここで勝ち星を拾うために、おそらくしょうもない強そうで弱い外国人ボイド・アレン選手というのが組まれました。八千選手はおしゃれな OL のようなカーディガンを着て、大した話もしていなかったので、また活躍させていただきます。そしてここでようやく期待の星が現れました。なんと宇佐美翔パトリック選手が LDH から抜け、ライジンに移籍したのです。宇佐美パトリック選手は2000年生まれの22歳とピチピチのイケメンで、大阪府出身です。で、確かボクシング6冠とかのボクシングエリートで、 MMA が好きだったので MMA に転向し、 LDH の下で確か4勝1敗ぐらいのいい成績を残し、今回ライジンに来ました。しかもライジンではヤシ選手と戦いたいとしっかり発言したことによって存在感も見せました。そしてヤシ選手はそれを受けて、うん、時が来たらみたいなしょうもないコメントをしていました。ただ宇佐美選手はちょっと練習環境が整っておらず、大阪の実家に戻り、猫好き天皇寺さんのスラッサーケイジ選手と練習しているそうです。おそらく小倉会でやってると思います。ただ大阪だとなかなか大きい選手がいないので、今後東京に引っ越しするなど環境を整えてほしいものです。そして最後にクレベル選手と牛久チェリ太郎選手の調印式もありました。ダルシミ小池選手は今回はすごいおしゃれなスパンコールがいっぱいかかったサソリ座の女の三河健一スタイルで登場し、牛久選手もしっかりとしたスーツで登場しました。クルベル選手は、牛久選手はチェリ太郎としてリスペクトするけども私が勝つと話してました。チェリ太郎の方もスタミナで上回っている、寝技警戒しないといけないという話をしていました。ここで本当にフェザー級チャンピオンと最強の挑戦者クルベルとの戦いを見れるでしょう。おそらくクルベル選手がサソリ固めで一本勝ちすると思います。以上となります。ご視聴ありがとうございました。今週日曜日10時からライブ配信しますのでご覧ください。それではさよなら、さよなら、さよなら。